高月祭りは、大阪府高槻市で毎年8月に行われている市民祭である。大阪府高槻市にて1970年から始まった。神霊などを祭る儀式と関わりのない祭事であり、市民フェスタとして開催される。メインの踊りの内容では、高月温度、高月ウェーブという曲が用いられる。例年、8月の第1土曜日、日曜日に行われる。 雨天の場合は中止となる。現在の会場は東端を、阪急水木通り、阪急高槻市駅北口前まで、西端を、道通り東園小学校北交差点手前、南端を、欅大通り国道171号に接する、手前、北端を、道通り高槻センター街北側入り口付近までと、される。これらは、祭りの期間。 時間中は歩行者天国の交通規制がかかり、JR 高槻南ロータリーへの車両の侵入規制、各通りへの侵入規制も実施される。祭り期間中に自動車、バスタクシーを利用する際はあらかじめ注意が必要となる。推計ではあるが、18万人の来場が見込まれている。地元の企業を中心に多数の企業が講演を行っている。 本社の有無にかかわらず、小さな店舗、死者、支店、FC なども参加している特徴がある。また、人的支援も、各学校、公的機関、ボーイスカウト、福祉団体も協力し、祭りの安全な運営に努めている。高槻市役所総合庁舎前に、本部テントが設置されている。メインとなる会場は特設ステージが設営される。 東園小学校の校庭グラウンドであり、この時期のみ、一般の入場が許可されている。他にも、総合庁舎周辺敷地、市役所周辺敷地内も通行が許可される。夜店は、メイン会場、総合庁舎周辺、各通り沿いに設置される。また、この祭りの特徴の一つでもあるパレード開催に際し、混乱などを避けるため、集合場所が別途定められていたり、 パレード中は一時的に欅王通りの歩行者天国をロープなどで仕切って通行止めにし、そこをパレードが通る形となっている。なお、この期間中、隣接する高槻センター街も祭り様の状態となるが、こちらは会場として指定されておらず、商店主の行為などで、夜店が臨時的に設置されるのみである。チアリーディングや創作ダンスなど、 あらかじめ先行された団体が、ケヤきオ通りを、北から南にかけて練り歩く。この踊りに途中参加することはできないが、一部パレード参加団体は、観客に大使物を配るなどする場合もある。メイン会場を特設ステージで、高槻ウェーブに合わせて、踊りを踊るものと、欅ヤ通りで踊るものが存在する。子供から大人まで参加できるようになっているが、 当日の直接参加は許可されない。抽選で選ばれたもののみが出品できるが購入、入場は自由となっている。基本的に、社会福祉団体などが中心となっており、フリーマーケットとしての側面は薄い。太鼓や民謡、盆踊りなど、メイン会場で取り行われる催し物は多岐にわたる。公式ホームページ、もしくは本部に直接問い合わせ参加することが可能。 ただし、参加資格は、高槻市在住、通勤、通学している15歳以上の男女に限られる。参加資格は20歳以上の市民か社会福祉、社会教育団体に限られ、一定の費用と抽選、説明会を受ける時間が必要となる。ありがとうございます。